はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、あちでございます。ですね、三国志、PC88 のですね、三国志2、引き続きやっていきたいと思います。パート33ですね。ちょっとね、もうなんかグダグダなってますけどもね、やっていきたいと思います。総評さんがね、中性67ですね。どうしたもんかな、どうしたもんかな。とりあえずね、攻めに行きましょう。そういうことか。ということは、ちょっと一人だった方がいいのかな。軍資金1万。いや、もうちょっと様子見た方が良さげかな。ちょっと訓練やってみましょうかね。他の兵士はね、まだまだなんでね。訓練まだできますね。ここのね、大衆は超人さんにも任せてもらった方がいいかなと思ってね。総評さんの扱いどうしようかな、いうところですね。もうこれで100か。はい、ここは勝負ですね。で、こちらがさっき言った食の国、生徒ですね。これが結構ね、粒揃いなんでね、ここでまた舞台作れるんじゃないのというところなんですが、法政いいですね。ここでちょっと、ここちょっとね、富国強兵にしちゃいましょうかね。兵士を雇います。一応兵ぐらいでいくか。5万ぐらいいっちゃいましょう。もう5万振る舞いでね。ここで、いや、利権だな、やっぱりね。理解ね。雇いすぎだな、これね。ちょっと診療と助衛ね、助衛は微妙な。公園に入れとこうか。まだ残っとくか。筆と多いって結構違ったんですけど、でもまあいいかな。総中1になってますけど、まあいいでしょう。で、武器を見劣りする舞台ではあるんですけども、そんなに粒は揃ってそうなんでね。もうこんなもんでいいのかな。せっかくだから1、2、3、4、5、あ、一応5名揃ってますかね。リカロン、じゃということで、また訓練ですね。利権76しかなかったっけ。こんなもんでいいのかな。魅力高い人は法政なんで、よし、こんなもんでしょうね。19、ここですね。ここをどう動かすか。ここをどう動かそう。官兵総大将で行くべきか。なかなか強力な部隊ではありますね。どうする。ちょっとこの国引いてみて襲わせる。それでもかかな。微妙だな。そうそう来るでな。ちょっとそうそう言ったらじゃねえか。そうそう言ったら孫権来そうやな。孫策か。孫策言ったら孫が来そうな感じ。どっち先潰すかな。もういいんですよ。ライドか、絶対こっちやな。捉えましょう。逃げられますわね。
本国も移動したいようなしたくないような、いやまだもうちょっと移動